鳥居坂教会鳥居坂教会は、東京都港区麻布の鳥居坂にある日本、キリスト教団の教会である。築地教会講義所から発展し、麻布教会となり、その後解消されて鳥居坂教会となった。1873年デイビッドソン・マクドナルドが、ジョージ・コクランと共に、カナダ・ウェスレアン・メソジスト教会より宣教師として、日本に派遣される。D ・マクドナルド、 静岡に赴任し、静岡教会の基礎を築く。1879年ーマクドナルド、東京に移る。1883年1884年1884年12月小街道が建設され、麻布教会になった。1885年、小林光康安牧師、築地教会牧師を離任し、麻布教会初代牧師に就任。 1887年、1889年、伊藤溜基地設計の500名収容可能の街道を建設する。1892年、1895年、1898年、1899年、1904年、1941年に、日本キリスト教団に合同して鳥居坂教会と解消する。1945年5月25日に空襲で、 教会は消失する。1950年に六本木五丁目に街道を再建する。1971年には鉄筋コンクリートの街道になる。1983年には教育館を改築。1994年には街道と衣装を合わせた鉄筋コンクリートの教育館に改築する。a b 静岡教協会125年史。 日本キリスト教団静岡教会。ピアニッシも37から38。ABC 東洋英和女学院120年史東洋英和女学院。ピアニッシも302。鳥居坂教会100年史日本キリスト教団鳥居坂教会。ピアニッシも42から47。ハット ABC 静岡教会125年史日本キリスト教団静岡教会。 ピアニッシ四45から47静岡教会125年史、日本キリスト教団静岡教会ピアニッシ四41から44四鳥ー教会100年史、日本キリスト教団鳥居坂教会 P64ABC 鳥居坂教会100年史、日本キリスト教団鳥居坂教会ピアニッシモ、 87から88、ABCDEFGHIJKLMNOPQ トリーザカ教会100年史、日本キリスト教団トリーザカ教会。ピアニッシ百557から578、ABC 日本キリスト教団交付教会100年史、日本キリスト教団交付教会。ピアニッシ六65から 72AB トリーザカ教会100年史、 日本キリスト教団トリーザカ教会。ピアニッシ九96から99。ありがとうございます。